エレック4、エレック4、イリアック4は、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の一連の研究から生み出された最後のコンピュータである。パターソンヘネシーは本機を、間違いなく、スーパーコンピュータープロジェクトの歴史上で最も不名誉なものであろう。としている。エレック4の設計の鍵は、256、プロセッサによる高い並列性で、後に、深度と呼ばれる、同時に、 多数のデータセットをを処理することを思考していた。マシンは10年の開発期間を経て1975年に完全に稼働した。1960年代初頭、コンピュータの設計は収穫低減の時期に差し掛かっていた。ハードウェアが直接実行する命令を増やせば性能が上がることは分かっていたが、それにはコストがかかりすぎるのである。実際、性能は 電気信号の速度に限定されるため、ある速度を維持するには、信号経路長が問題となり、ハードウェアを追加すると、全体の速度は若干低下したである。当時の先端技術であるトランジスタを使った論理回路設計では、回路の増加は、マシンのサイズの増加に直結していた。CPU の速度は、安定期に達しつつあったのである。1960年代。 それらの問題を解決する手法がいくつか研究された。当時オーバーラップ、オーバーラップと呼ばれた命令パイプラインは、一つの CPU がいくつかの命令を同時に実行するものである。通常、CPU は命令をメモリからフェッチして、デコードして実行し、結果をメモリに書き戻す。従来の CPU では、例えばデコードをしている最中には、 CPU のその他の部分は全く働いていなかった。パイプラインは c モアクレーが CDC6600 で初めて実現した限界を破る手法であった。そのマシンが登場した時、他のマシンに対して約10倍の性能を発揮した。別の解決方法は並列コンピューティングである。多数の汎用 CPU を使ってコンピュータを構築する手法である。 このタイプのコンピュータは各 CPU が同時並行して動作して初めて効果を発揮する。そのためには処理を小さな部分に分割して並列に実行し結果を集めて答えを出さなければならない。どんな問題でもこのような手法が使えるとは限らない。プログラムから並列性を引き出して並列実行することは現在でも問題として残っており、 この並列コンピューティングという手法は CPU を追加しさえすれば性能が理論的には無限に向上するが魅力である。ム用 CPU は非常に高価であるため超並列マシンは非常に高価になるか単純な設計の CPU を使用してコストを抑えるのが通例である。ウェスティングハウスエレクトリックは後者の解決策を採用したソロモンプロジェクトを実施した。 高性能を要求されているコンピュータは科学技術演算用途であることから彼らは CPU の設計を数値演算の高速化に特化させた。コントロールユニットと呼ばれる一つのメイン CPU が命令の流れを処理し単純なプロセッシングエレメントを複数配置して演算を並行して実行するようにした。各ペは同じ命令をそれぞれ異なるデータに対して実行する。 今日では、深度として知られている手法である。全体は CU が制御する、マスタークロックに従って動作する。アメリカ空軍のローム研究所との契約により、ブレッドボードを使ったプロトタイプが1964年に制作されたが、ラドクとの契約期間が終了するとウェスティングハウスは、研究を打ち切った。ソロモンプロジェクトの研究者、ダニエル・スロトニックは、 イリノイ大学に移り、プロジェクトを続行した。1964年、イリノイ大学はダーパと契約を結び、エレック4の開発資金を得た。その名称は、イリノイ大学で、それまで研究開発されたマシンの名称を受け継いだものである。バロースが共同開発に加わり、高速ハードディスクシステムと装置自体の製作を担当した。 同社のメインフレームボロー B6500 がフロントエンドとして使用されている。テキサスインスツルメンツ社は様々なイクル集積回路の開発を請け負い、エレックはイクルを全面的に採用した最初のマシンとなった。開発は1965年に開始され、第一段階の設計は1966年に完成している。設計目標は、 毎秒10億命令を実行する性能を達成することであり、今風に言えば一部フラップスである。これを達成するために 13MHz で動作する256個のペを4つの CU で制御する構成が基本となっている。エレック4は64ビット設計で、各ペには2048ワードの240ナノセカンド、白膜メモリ、あとに、 半導体メモリに置換されたが装備されている。ペは自身に接続されたメモリにのみアクセスできるのに対して CU は全部のメモリにアクセスできた。この単純化によってペのコストをさらに抑えている。各ペには6個の汎用レジスタがあり、別途用意した特別なレジスタを周りの8個のペと共有することができる。もともとは256個のペを一つの大きな筐体に 入れることを想定していたが、プロジェクトはどんどん遅延し、64個のペと一つの CU を一つの筐体に収めるように変更された。さらに、現実的な時間内では、筐体一つ、64ペプラス 1CU を完成させるのがやっとであることが判明する。このため、達成可能な性能は一グフラップスから200、マフラップスにダウンした。大学で研究したことは、 いかにしてデータをペにばらまくかである。この問題、深度設計を解決しなければ、エレック4の存在価値はない。これをなるべく容易にするために、いくつかのプログラミング言語が開発された。アイボートランとトランキルは、フォートランを並列化した言語であり、グリップナーは、アルゴルを並列化したものである。これらの言語は配列データをペにばらまき、並列に処理をするもので、 配列に対するループ処理を並列実行するように展開する機能を持つものもあった。1960年代後半に政作が開始された時、大学と国防総省との関係が問題視され始め、抗議活動が始まった。1970年5月9日、イリアクションと呼ばれるこの日に抗議活動が頂点に達した。ウィスコンシン大学での8月24日の 爆破事件をきっかけとして、イリノイ大学は、エレック4の開発をもっと安全な場所に移すことを決定した。これには NASA が手を挙げた。NASA はアポロゴで金が余っていて、様々な先端技術に興味を持っていた。NASA は新たにコンピュータ部門を立ち上げ、エレック4をカリフォルニア州のエイムズ研究センターに移した。この移転で、さらに開発は遅れて、 1972年までに完成しなかった。この時点で1966年の当初予算800万ドルは、性能目標が低下したにもかかわらず3100万ドルにまで膨れ上がっていた。この時点の脳目標はピークで150マフラップス、平均で100マフラップス程度。並列性の問題があってもその性能は、 当時の世界最高速であり、CDC7600 の2倍から6倍である。NASA から見れば、このマシンは、計算流体力学に最適のアーキテクチャだった。1972年にエレック4が動作した時、非常に不安定で、ほとんど連続して使うことができなかった。信頼性向上の努力の結果、1974年に連続して動作し、 プログラムを最後まで動かすことができるようになり、1975年に完全動作するようになった。ただし、完全動作といっても制限されたもので、使えるのは月曜から金曜までで、週に40時間のメンテナンスを必要とした。完全なアプリケーションが動作したのは1976年で、同じ年にクレイマイナス -1 がリリースされ、ほぼ同じ性能を発揮した。エレック4は、 その後数年間使われ、エイムズ研究センターでは独自のフォートランコパイラである CFD を開発したりもしている。1982年、マシンはついに廃棄された。エレック4は良い結果を残せなかったが、なぜうまくいかなかったのかを理解することで、並列コンピューティングの研究が進んだ。それによって、シンキングマシンズ社の CM-1 と、 CM-2 のような超並列マシンの成功例が出てきたのである。商用のスーパーコンピュータは、エレック4の開発と同時期及びその50年ほどは、複数の演算装置を並列化するのではなく、高速動作するパイプラインによりベクトル演算を行う、ベクトル計算機して発達した。CDC Star TI ASC そして有名なクレイ -1 はベクトル型、パイプライン型の構成のオマジンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。